私、怒ってるんだけど。大体何？あんただってサギミアの血嫌だって言ったくせに、サギミアの血に負けないようにって頑張ろうって言ったよね。出かけるのか？何言ってんの？戻ってきたとこ。そっか。そういうあんたは。え？ふん、かぐねえのとこ、ね。え、わかるのか？ふん、そんな香りさせてればわかるってのよ。なんだよ。まだ何かあるのか？別に。ふん、汚らわしい。汚らわしいって、お前、やだ！近づかないでよ！キモい！そんな情けない顔しない！私は絶対に負けないから。サギミアの血なんかに、絶対。あんただって、そう言ってたくせに。それは。別に悪いってんじゃないわよ。あんたが受け入れるって決めたんなら、私は何も言わない。ただ。え？あんたは不気味で気持ち悪いって言ってんの！ちょっと。なんでそんなに落ち込んでんのよ。サギミアの血、その血が私にも、気持ち悪い。血縁にしか発情しないなんて、いや。シュン、双子の兄、小さい頃は気にしなかったのに。ったく、なんて夢見てんの、私。大体、シュンに侵されるなんて。サギミアの血になんて絶対に負けない。あら、ミサキ。あ、洗濯物なら一緒に出しておけばいいのに。これは自分で洗うからいいよ。大丈夫だから。そう？そういえば、シュンくん見かけた？え？あいつがどうかしたの？昨日から部屋に閉じこもっちゃってるのよ。悩み事かなと思って。知らない。どうせくだらないことで悩んでるんじゃないの？そのうち出てくるでしょ？心配するだけ損だよ。もう、ミサキったら、シュンくんと仲良くしなきゃダメよ。不気味で気持ち悪いって言ってんの。別に心配ってわけじゃないんだからね。そう、言い方が悪かったからってだけなんだから。私いい？なんか用か？あのさ、みんな心配してるから、その、なんていうか、だから、その、悪かったわよ。不気味とか言って。なんだそれ。え？だって、私がきついこと言ったから。ああ、そっか。それで心配してくれたのか。バカ、心配なんかじゃない。ただ、悪かったかなって。そう、なら、どうして、何やってんのよ、あんた！すまん、ミサキ。その、今は、お前が近くにいるだけでダメなんだ。だから、
あんた、そういうこと、一晩中出しまくってたんだ。そう。一応努力はしてるってわけね。それ、私のせいなんだ。そっか。あんたも戦ってたんだ。安易にカグネに頼らなかったんだ。おい。その、嘘。あんなの、あんなこと。夢みたいなことされちゃったら、どうなるの？また、お漏らしするくらい感じちゃうの？まずい、まずいよ。早く、ここを出ないと。出なきゃ、間違いが起こっちゃう。私が、間違いを犯しちゃう。一人で我慢するんじゃないぞ。いつでも姉に相談するがいい。何それ、さっき私がしてあげたのに、できなけりゃすぐかぐねえって。頑張ってるから手伝ってあげたのに、私は足しにもならないってこと？こんだけ我慢してるってのに、私がダメならかぐねえってこと？ふん、そういうことするんだ、あいつは。そういうことをするやつなんだ。うっさい！声出さないでよ、バカ！あんたに相談なんかないから。悪いのはあんたなんだからね。私が、せっかく我慢してたのに。何？あんた。私とできなけりゃ、すぐにカグネーに乗り換えてさ。バカ、変態、鬼畜、強姦魔、性欲異常シスコン！私があれだけ頼んでたのに、無視して突っ込みまくって、まったく、さっかりすぎなのよ。バーカ。お兄ちゃんなんて嫌い。悪かったよ。ふん。その、何でもするから。ん？さあ。そう？じゃあ、約束。これからは。ずっと、私だけだから、ね。